もう入れてくる。あで岡田もそうは言っても怪我明けですし、森下も怪我明けとはいえ、だから森下の5月復帰はたとえここで床田とかね大瀬良とかがいなくなっても、うん、栗森下って2枚看板は残るんですよね。遅くして復帰してもらえば。そうですね、はい、そのとおりですね。そうですね、まだ他にもね高橋光也投手がいますしね、いますから、まあ、ここはね多分だから森と玉村とか、はい、そこら辺の競争で勝ち上がった人が多分その先発のマウンドに上げさせてもらえるとは、はい、思いますけれども、ね、今のキャンプを見ると多分6戦目あたりは森、はい、あともう一人というとアンダーソンとどんな使い方なのかですね。私はアンダーソンは中継ぎに後ろに回すんじゃないかなと。ああ、2イニング買いまたぎもある、買いまたぎもある中継ぎで。ああそうですよね、これはねやっぱり思った以上に計算できて計算できない、ケムナが計算できないんですよ。ああそうですね、ケムナ一人も不安なんですよね。まあ、矢崎はある程度安定しましたから、うん、矢崎はいい、ターリー投手もいる、うん、まあ、当然、まあ、私の想像上で言う5月以降は栗林がいる、うん、後ろはいるんですが、そうは言っても7、6、7の部分で、うん、どうしてもケムナーが毎試合ある程度の試合7、例えばヤクルトの清水みたいに7回を任せられるわけじゃないんですよね。そうですよね、そうなんですよね、そこまだまだ基本塁打が多いんですよ、というか、そうですね、これならアンダーソン入れて、うん、で場合によってはアンダーソンを、まあ、例えばどこだとか栗とか大瀬良あたりが3回交代っていう時にアンダーソンに長いイニング、まあこれケムナよりアンダーソンの方が長いイニングが任せられますので、そうですね、逆に言うと 3,4 回アンダーソンに投げてもらって、3回くらいまでアンダーソンとして結構いいんですけどね、60回から、ね、回まではいいんですよ、そうですよね、回った後にやっぱり、まあ、何人かがおっしゃってますけど球種が少ないんですよね。そうですよね、あの、まあ、抑えるための球種が少ないので、はい、やっぱり一回りだろうと、そしてやっぱり中継ぎ、しかもロングができる中継ぎぐらいがいいってことですよね。ロングができる中継ぎがいいと思うんですよ、だ2番手の中継ぎが一番向いてそうなんですよね。そうですね、はい、そうですね、ここで後ろに左だとターリーとか森浦とかね、それなりに後ろはいますので、はい、1イニングを任せようと思えば、とカンプが今足りないのは実際は後ろじゃなくて、実は2番手がいなくてやられてるんですよね。8回9回は他の球団も打たれてないわけじゃないんですよ。そうするとまだ試合が壊れてしまうまでからいかこのままと危うい先発を引っ張らされて早めに交代できるかどうか、早めに交代して点差を広げさせないとかね、はい、そのまま同点で止めてもらうとか、
はい。だからピッチャーは今ここいない。伸ばしちゃいますからね。あのいないから伸ばしてる節があるわけですよ。あともう一人いました。あの去年出てきて吉川選手ぶつけてしまって怪我させてしまってちょっとなかなかやってしまった黒投手で違う、ね、黒原投手ですね、はい、黒原投手はどうでしょうか。黒原投手は私はねあの時間をかけて先発育成だと思ってますので、あ先発型だということですか。いや結局あれぶつけちゃった影響があるので多分リリーフでやるにはちょっともうインコース放れないと思うんですよね、はい、あのプレッシャーの面で一人当たりのプレッシャーが先発と中継ぎ特に8回7回8回9ではちょっと違いますので。そうですよね。だから、まあ、下手をすれば言い方悪いですけど先発だったらインコースはもう、はい、もう明らかな見せ球のみであと外角一辺倒って投球で抑える手はないわけじゃないわけですよ先発。そうですね、はい、でこれで徐々に打者に、まあ、実戦打者に対するインコースを投げれるようにしていくっていう。なるほど。中継ぎは初戦やって3アウトで3人だけですよね、うん、先発は通常5回、ね、5回でパーフェクトで15人は投げますと、うん、で15人で済むぐらいな投球って毎回できませんから大体20人ぐらいに放るわけですね、うん、5回そうですね、はい、5人のランナーで、はい、でこれで、気持ちの面とインコースへの感覚多分感覚が狂ってると思うんですよ、はい、多分インコース投げようと思うと、まあ、インコースに投げすぎちゃうか打者の後ろまで行っちゃうか怖くて、もしくはもうインコース投げれなくてど真ん中行っちゃうか、はい、実戦上ね練習はできるかもしれないんですが、実戦上はまだまだ練習がいると思いますので先発してもらって打者20人5回投げれば20人ですから大体20人ですから、そうですね、球数100球分も投げますよね、100球のうちそうは言っても20球ぐらいがインコース使いますよね、そう、全部がボール、まあ、見せ球ボールにしたものを、だこういう訓練をした方がプレッシャーも少ないし、はい、本人のためかなと思う。なるほど。ですよ。ライバルの森が先発起用の、はい、方針みたいに使ってますので、この森に対してもライバルとして先発で使っていくと。そういうことですね。なるほど。なんかカープやっぱり塾長、以前他の弟子の方とお話しされてましたけども、準優勝ね2位ということでしたけども、これなんか本当にそうかなって気がしてきますね。上げては来れると思うんですよ。だからカープは多分いろんなファンの方が心配してるのは、まあ、よく言われる8回、まあ、7回のセットアッパー、はい、まあ、7回もしくは8回、はい、8回のセットアッパーが、まあ、よくいないみたいに言われてるんですが、私がいないと思ってるのは先発が崩れそうで変えたいのに変えられない2番手以降の4、5、6なんですよ。そうですね。ここが他のチームよりも劣ってるというよりかはカープの打線点取る能力が4、5、6、7において他チームより劣ってる以上は抑えなきゃいけない。ヤクルト、DeNA、ジャイアンツに比べて、
はい、そうですね。この4、5、6の得点が落ちてるんであれば、ここは抑えなきゃいけないってことは、はい、抑えるにはどうしたらいいかって言ったら、球の力がない投手よりある投手をいっぱい使おうよ。ああ、そういうことですか。だって打たれちゃうってことは球の力がないんだから、変えた方が球の力はあるよね。でも、心配だから変えられないんですよ。でも、もともと先発予報され、まあ私的には予想してるトネとかね、先発に入れてるだろう、アンダーソンとか。その先発に入れてる投手陣を2番手中継ぎに入れとけば、安心して変えられるんですね。球、はい、に力ありますしね。球に力あるし、もともと先発なんだから。はい、そうですね。で、どっちみち、先発も中よ、まあ、そこまで投げちゃうと、中5日ローテーションは崩せないので、はい、次も中5日なんですよ。そうですよね。で、2番でもここまで球数放っちゃうと、中4日か5日なんですよ。そうですよね。はい。はい、だから、それで考えれば、実質はそういう先発ローテーション予定の人を、リリーフの中継ぎに入れるって選択肢をしてほしいんですよ。そうなるともう中継ぎのローテーションがある感じしかなくてますね。そうすると疲弊がないので、で、状態が悪くなれば先発がね、あまりにも毎回こう立ち上がりが悪くて毎回 2,3 点取られて、なかなかその失点のせいで、まあ、笹岡監督が言う1、2回の3、4点が、勝ちにつながらないなら、その、はい、打たれて変えてる第2先発を先発ローテーションに入れられるんです。入れ替えるだけなんです。はい、おっしゃってですね。で、その力のある投手が2軍に落とすときに、2軍よりも力があったら落とせないから先発ローテーションにいるんだったら、そうですね、中継ぎに入れちゃった方がいいよねって話。話が早いよねということですね。だから間違えちゃいけないのは、別に先発の力が落ちて負け、まあ失点して負けてるからといって、うん、2軍と変えられないから先発に入れて負け続けてることが問題なんですね。なるほど。ああ、そういうことですか。であれば、同じ先発で8人ぐらい入れとけば、そのうちの3人は、ロングリリーファーで中継ぎに入れとけばいいわけ。そうですね。力はあるわけだから、本当の勝ち試合であれば、6回、7回の当然、回またぎで使えばいいわけですよね。そうですね。カウンを巡らせないために。はい、そうですね。で、その代わり中2日ぐらい空けて、また使えば、はい、ロングリリーフでも使えるし、この中継ぎでいつでもいるよと。だから相手チームに対するプレッシャーもきついわけですよ。そうですね。先発もどんどん初回から飛ばせるわけですよ、後ろにいるから、うん、そうですね。カープは今まで初回とか、まあ、前半4回の失点がある程度他チームよりある程度あったのは、うん、だって笹岡監督が110球7回までって言うから、うん、7回110球考えた投球をしますよねって。そうですね、そういうことですよね。行けるとこまで言ってくれっていう方が全然いいってことですね。行けるとこまで行ってくれっていう試合も作ることが大事ですよね。そうですよね。特に連敗、3連敗、4連敗してるときは、行けるとこまで行ってくれって試合を作んなきゃいけない。そして一方で逆にその、別に7回だとこだわらず、もう5回まで全力で全部投げてくれと、そう変えるからっていうのも一つなんですよね。そうなんですよ。それは当然ブルペンでのボールを見て、当然体調的なものも見て、あ、今日はちょっと、まあ当然初回とかね、相手の打者との兼ね合いでタイミングが合いすぎてヒットが多いとか、
パックリなんかよくありますけど、審判との相性が悪くて球数が多いとか、ありますね。こういう風になった時にはもうクリに全力で5回まで行ってくれと、うん、まあとにかく100、うん、まあ10球以内まで全力で放ってくれと、はい、その代わりブルペンは用意してあるから4回でいなくなっても構わないから4回まで無失点で抑えてくれと、そういう気で放ってくれって言ってブルペン用意すればいいんですよ。そうですよね、そうですよね、はい。なんて要は逆に言うとペナントレース143試合って決まってますので、143試合で何勝するんですかっていう争いなんですね。そうですね、はい、おっしゃってますね。温存して温存してっていう、この2年も3年もかけて勝ち星何勝ですかって勝負ではないんですよ。そうですね、ですよ。個人はそうですし、個人はほら、長年かけて積み重ねた勝ち星とか年俸にかかりますけど、はいはい、チームは年間143勝を、どれだけ勝ちを取りに行くですかっていう、しかもそれは自分のチームの計算ではなくて、相手チームを上回るにはどうするんですかと。相手チームのピッチャーが悪いんだったら、ヨレヨレの国でも、いや、騙し騙し、うちの打線も点取れてるから、騙し騙し7回まで放ってくれも手ですよね。相手もヨレヨレなら。はい、はい、はい。相手を見て、これはまずいと。やっぱり今永が良すぎるとか。西はいいと、これは3点差になればきついと、でも栗の状態は悪いんだったら110球、まあ、100球ぐらいを全力で放ってくれと、そしたら交代で2番手使うからと、そしたら抑える可能性が上がるわけですよね。そうですね。だからこのローテーションというのは基本私はこれでは経験値と、まあ、育成のことを考えても、これで多分4月5月交流戦前まで、うん、行くと思うんですけれども、交流戦はやっぱり結構6連戦しかも、天候が悪くても実施させてきますので、あまりローテーションというのよりもコンディションのいい人をどれだけ使ってこれるかに変えざるを得ないと思うんですよね。でまた交流戦が終わった後に大体各チームローテーション変えてきてますので、そうすると今年と先発ピッチャーカードですね、投げるそのイニング数が少し減る方向ですかね。私は減らした方がいいと思うんですよ。そうですよね、そうなりますよね、その代わりリリーフ陣の登板数は変えないんですよ。だから人数を入れるって言ってる話なので、そうそう、1軍と2軍の連携が重要になりそうですね。中継ぎは特に、中継ぎはそうだと思います。だから今までの先発、2021、22年の先発陣も、まあ、第2先発とか2番手に入れてきますので、逆に言うと1軍登板数は増えるはずなんですね。そうですね。その代わり、球数が多くなればファームに落ちるリスク、まあ、リスクというかあれも多くはなりますよ。球数の問題と肩の疲労の問題があるので、はい、わかりました。塾長、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。